こんばんは。これはよまるもんドリームズのアップデートです。2021年4月22日、僕らの最新の出来事やイベントのためにパーソナリティとメディアエンターテインメント。この日はシュガーレスバイ RV は一時休業。バネッサが FB ページから追って通知があるまで発表したとき。2021年6月以降、これらの曲とアルバムはすべて、よまるもんドリームズミュージックと表示され、アルバムアートの QR コードをどこにでも配置できます各リリース。2021年12月29日、春日よまるさんが新作をリリース、スターチャイルドドリーマーというインディーアルバム。その後、レインボーエリート2021はキャンセルされます。学校最終日以降、レインボーエリート2021の発表をお待ちしております。そして2021年7月10日、スターチャイルドドリーマー EP のミュージックビデオがモノローグを含めてセットで初公開されます。これは予告なしに変更されます。もがあなたのカレンダーにマークをつけて日付を保存します。僕らのプログラミングについてあなたから聞いてみたいの。コメントや提案がありますか？メールアドレスはよまるもんドリームズ。ブロック87、ロット1、アントミナマヨールストリートバランガイグレーターラグロノバリチェス、ケソンシティ1100を言い送る。インターネットアドレスは、よまるもんドリームズ、@hotmail.com。Facebook と Instagram でフォローしてください。そして、Discord チャンネルに参加してください。そして、YouTube チャンネルで購読して、相互作用を通じてスキルと精神を持った若者を発見するためのビデオをもっと入手してください。このビデオは本日終了しました。ごきげんよう、おやすみなさい。